そうですね。僕は最初、大学に行こうと思った時には、まあ、第一志望が SSC ではなくて、まあ、普通のその私立文系受験だったので、まあ、いわゆるその、まあ、昔ながらのその、浪人生が行くの予備校に行こうとも考えたんですけど、まあ、やっぱそうすると、やっぱ1年間でまあ100万円以上かかるとか、で、まあ、すごくお金がかかるってこともあって、まあ、特に僕はそれこそ、そうですね、フィリピンに行った時以外は、オーストラリアでも、まあ、日本帰ってきて、その最後の受験勉強してる3、4ヶ月の間もずっとバイトをしていたので、まあ、その両立っていう面では、そうですね、やっぱ苦労したのと、やっぱ毎日学習会は比較的、まあ他の塾と比べてもまあ安いのは安いと思うので、そこもすごく魅力ではありましたね。まあ、結構 SUC、これ AO でも一般でもそうなんだけど、こう SUC 受ける人ってお金持ちだからぼったくってやろうっていう塾多いんですよね。で、毎日学習が安いって言われるんですけど、2日に1回の指導で1万9800円プラス税で、毎日の場合だと3万9600円プラス税っていう形で、私、仙台出身なんですけど、高校受験の塾の月謝って大体仙台だと2万円ちょっととかなので、で考えると、実は2日に1回で10分でも2万円いただくので、税込みだと、そんなにめちゃくちゃ安いわけではないんですよ。ただ、他のやっぱりその塾がもう、まあ、明らかに詐欺というか、ぼったくりみたいなところやっぱり多いので、まあ、そうで結す果ね。として全体としては安く見えるってだけですね。その全然合格者出てないのに、値段だけは立派な塾、本当多いんですよ。大体潰れましたけど、そういうような形の塾とは、やっぱりこう、一線を画してるっていうか、うちは値段が高いから立派な指導なんですっていう塾、すごく多いけど、いや、あんたのところ、今年 SUC 出てないんじゃないかって私は言いたいわけですよね。やっぱり毎年ね、出さなかったら、その塾の存在価値、存在意味ってないですから。なので、やっぱりそういった部分で、その存在価値がある塾にしなきゃいけないし、それをちゃんとやんなきゃいけないっていうのは、まあ、当たり前のことなんですけども、非常に大事なことの一つかなっていうふうにはやっぱ思いますね。そこはとても大事なので、やっぱこう意識しなきゃいけないところなのかなっていうふうには、今現状思っているところではあります。まあ、そんな、だから結構値段だけで一般塾多いから、そこはまあまあ、考えなきゃいけないところなんだろうなっていうふうには思いますね。っていうところだったりとか、あとはそうですね、まあそういった部分だったりとか、あと毎日学習会のその小論文の5ステップとか結論根拠具体例とか、そういうのあると思うんですけど、テンプレでやるっていうのも結構批判されることが多いんですけど、なんかこう、なんて言うんでしょう。まあこれ Z 会の英作文とか、小論文とかの添削とかでもそうなんですけど、こう、その都度ダメなところを指摘されるじゃないですか。その都度ダメなところを指摘されても、一回指摘されただけだと人間ってなかなか治んないところがあるかなと思っていて、であれば、例えばうちでその SSC の小論文3回添削すると150回添削する形なんですけど、その150回添削されるときに、毎回5ステップ、5ステップ、5ステップ、結論根拠具体例、結論根拠具体例、結論根拠具体例って言われたら、少なくともそれだけは覚えると思うんですよね。で、こう繰り返し言うことの価値というか、まあ、これ英語の指導とかでもそうなんですけど、なるべくこうその解き方を単純化して繰り返し言うっていうのは、まあ、非常に大事なことなのかなとは思うんですけど、そのあたりってこうご自身としてはいかがでしたか？そうですね。やっぱりこれが本当に、まあ、どの科目どの受験勉強にもよると思うんですけど、やっぱその反復っていうのは本当にすごく重要なことで、まあ、特にその指導を受ける側としては、その教える方にこう、まあ、一本、まあ、筋が通ってると、やっぱこう覚えやすいと思うんですね、物事が。だからその小論文に関してはその5ステップスにのっとった指導をずっと繰り返し受けると、まあ、その小論文のまあ説題内容が変わったりとか、若干形式が変わったりしても、こう自分の中にもその筋ができると思うので、それに沿って解けば、まあ、こうだいぶこう特に知るべになるかなと思いますね。結構多分、その受験生で割とマジで困るのが、先生によって言うことが違うってあるじゃないですか。で、あれ、うちもゼロとは言わないですけど、あれが多分すごく、
こう受験生としてやっぱ困るのかなとは思っていて、あと前回言われたことと今回言われたことが違うとか、あとこう先生が思いつきでいろいろ言ってくるからやんなきゃいけないことを並べるとめちゃくちゃ多くてできるわけがないとか、まあよくあると思うんですよね。はい、動画ここまで見ていただいてありがとうございました。毎日学習会ではあの LINE であの無料であの受験相談ができますので、もしよろしければあの概要欄に LINE の、 あのアドレスがありますので、ぜひですねあの気軽にお問い合わせいただければなと思います。あとあの希望の方にはね、あの10日間無料であの添削だったりとか相談だったりとか、あの一通り無料で10日間体験授業も受けられますので、ぜひそちらの方もご検討ください。よろしくお願いいたします。お願いします。